銀行は潰さないというのが日本の金融行政の鉄則だった。失われた30年とは結局何なのか、結論を先に提示した上で細かいところを詰めていきたいんですが、ざっくりとした流れを提示するだけでもそれなりの予備知識が必要になってきますので、過去動画のおさらいも兼ね、まずはここから始めさせてください。戦後日本の金融市場において大蔵省をトップとする序列は絶対であり、この統制を乱す無用な競争は排除されていました。絶対的な序列と無用な競争の排除、この閉鎖性こそ高度経済成長を支えた金融システム、その名も五層船団方式の革新だったんですね。戦後日本の金融行政は五層船団方式と呼ばれた。金融機関が一つも潰れないようにする代わりに橋の上げ下ろしまで指導する。金融のあらゆる許認可権を握る大蔵省の権力は絶大だった。また国家予算の編成権を持つことで他省庁に対しても圧倒的に優位な立場にあった。大蔵省がその権力と組織内部の求心力を合わせ持っていたのはいつ頃までのことだろうか。間違いなく1980年代のバブルの時代がその分岐点となっている。金融機関は絶対に潰さない、とりわけ銀行なんか潰れないのが当たり前。バブルが弾けてこの常識がどうなったか、具体的な数字で見てみましょう。西野智彦さん渾身のドキュメント、平成金融史から引かせていただきます。金融当局のまとめによると、平成期の預金金融機関の破綻は182件、うち銀行が22、信用金庫27、信用組合は133。平成元年時点で預金金融機関は990あったので、実に 18% 強が消滅したことになる。昭和金融恐慌の破綻比率は 16% 程度と言われ、直接比較できないものの、これに比肩する規模の危機だったことは間違いない。また預金金融機関以外にも生命保険8社、損害保険1社が破綻し、証券会社でも投資者保護の枠組みが使われた破綻事例が7件あった。引用文中にある昭和金融恐慌とは、戦前金融システムの未熟だった1925年に起こった取り付け騒ぎを伴う経済恐慌ですね。取り付け騒ぎとは、よからぬ噂などによって不安に駆られた人たちが貯金を全額下ろそうと窓口に殺到することで、フライング気味に申し上げますと、バブル崩壊から数年後、具体的には1997年11月にも全国規模の取り付け騒ぎが勃発しています。どうしてそんなことになってしまったのか。五層船団方式のおかげで、日本はアメリカを中心とした国際社会から顰蹙を買うほどに経済成長していました。うまくいっていたんだから、やり方を変える必要なんてなかったんですが、しかし自動車やパソコン部品の輸出をはじめ、うまくいきすぎてしまって、アメリカから突きつけられた無理難題を突っぱねられなくなったんですね。日本はとにかくオープンになれとせっつかれるようになったわけです。この要求をやや小難しく言い換えますと、金融市場の開放と自由化になります。五層船団方式による序列に固執せず、銀行や証券会社にも競争させろというのが金融自由化、海外の企業もそこに混ぜろというのが金融市場の開放です。またこれは有名な話ですが、1985年にはプラザ合意によって円高ドル安が急激に進行することにもなりました。ニューヨークのプラザホテルで話し合われたのでプラザ合意です。日本は再三にわたって金融開国を迫られるだけでなく、為替相場の是正をも要求されたんですね。素直に従うしかなかったのか、日本円は1ドル240円台から2年で1ドル120円台まで切り上がりました。単純な話、240万円の自動車を1万ドル前後で売っていたのに、倍近い2万ドル前後で売らなくちゃならなくなったわけです。小宮隆太郎という2022年10月に亡くなったエコノミストが、当時アメリカの要求には経済学的な合理性が全くないことを主張したのだそうで、長野健二さんのバブルだけでなく、小峰孝雄さんの平成の経済でも本質的な批判として言及されているんですが、正論で押せば通るほど外交は甘くないんでしょうね、おそらく。そろそろ失われた30年を概観できそうなので、早速見ていきましょうか。私が見た限り、バブルが崩壊する、厳密に言うと株価が暴落し始める1990年を失われた30年のスタート地点に据えるパターンと、橋本首相が消費税を
3% から 5% に引き上げ、デフレ経済に突入する1997年をスタート地点に据えるパターンの2パターンに分かれるようなんですが、当チャンネルでは前者を採用します。と申しますのも、1991年から金融破綻が始まっているからです。ざっとこんな感じ。失われた30年は小泉内閣を分岐点とすると分かりやすいです。ポイントは2つ。ポイント1、不良債権処理というんですが、小泉内閣の時にバブル崩壊の煽りを受けて窮地に立たされた金融機関の処理が片付きます。ポイントその2、小泉内閣の時にアメリカが要求する金融市場の開放と自由化がある種の到達点を迎えます。小泉さんの時代まではアメリカの圧力に触れる言説が多いんですね。例えば小嶺高雄さんは1993年4月に宮沢総理がクリントン大統領と首脳会談に臨む際、お土産としてアメリカが求める内需拡大政策の説明をしたと言及しております。過去動画で日米円ドル委員会とプラザ合意について触れましたが、小嶺さんによるとその後に日米構造協議というものがあったのだそうです。それで私興味ありまして、独自にネットで調べたところ、宮沢総理とクリントン大統領の共同声明が元になって年次改革要望書なるものが2001年から日米間で交わされるようになり、民主党の鳩山内閣の時に廃止になったとのことなんですが、菅さんに交代すると今度は日米経済調和対話なるものの立ち上げが発表されたのだとか。今回拝読した著書の中でここまで踏み込んで書かれたものはなかったので、もうちょいメジャーなところまで浮上しましょう。宮沢内閣の後でいわゆる55年体制は終わり、細川、畑、村山と連立内閣が目まぐるしく変わって、96年に橋本内閣が発足、フリー、フェア、グローバルを原則とする日本版金融ビッグバンが提唱されます。東京の金融市場をニューヨークやロンドン並みに引き上げようという目論みだったんですが、とどのつまりこれは金融開国の推進とみなして問題ないでしょう。バブル崩壊を第二の敗戦とした場合、一連の要求は GHQ による内政干渉に該当すると言ったら分かりやすいかもしれません。橋本さんの時に前述した全国規模の取り付け騒ぎに行き着く金融危機が起こるんですが、大手銀行が経営破綻しないように公的資金、まあ、税金ですね、税金を投入して救済しようとしたところ、護送船団方式に戻ろうとしているんじゃないか、経営不振の銀行は容赦なく潰せとアメリカからダメ出しが入りさえしたのだそうです。橋本、小渕、森と続いて小泉さんの時に金融戦争の敗戦処理が一区切りつきます。アメリカからの圧力に触れる言説はこの辺りを境に前言し、代わりに財務省批判が目立つようになっていきます。小泉内閣の時にプライマリーバランスという概念が導入されるんですね。三橋貴明さんによりますと、プライマリーバランスという概念を持ち込んだのは小泉内閣に入閣した竹中平蔵さんで、三橋さんはこのプライマリーバランスという毒針を抜き取らない限り日本経済はデフレから脱却できないと繰り返し主張なさっております。ではプライマリーバランスとは一体何なのか、中野武さんの著書から引かせていただきます。プライマリーバランスとは、税収、税外収入と国債費、国債の元本返済や利子の支払いに充てられる費用を除く歳出との収支のことです。プライマリーバランスは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれだけ賄えているかを示す指標とされています。このプライマリーバランスを黒字化するということは、歳出を切り詰め、税収を増やすということを意味します。プライマリーバランスの黒字化目標は、財政健全化のための目標なのです。少なくとも日本政府はそう考えています。ざっくばらんに言って、小泉内閣以降国の借金がどうのこうのという議論が盛んになっていくんですね。厳密に言うと橋本内閣の時に財政構造改革法が成立、翌月施行されてはいます。財政赤字を段階的に減らすためにできるだけケチった政策、緊縮財政というんですが、ケチった政策努力を義務付ける法律ができたんですね。ただこの法律は橋本さんの次に総理となった小渕さんの時に無効化されております。小渕さんは財政構造改革法、停止法なる法律を通し、一転して気前のいい政策、積極財政というんですが、経済再生内閣と称して
気前のいい政策を推し進めました。残念ながら志半ばで病に倒れてしまい、後継の森内閣も積極財政路線を維持したものの1年であえなく解散、小泉劇場の幕開けとなるわけです。小峰さんが小泉さんによる2001年5月7日の所信表明演説について言及しておりますので引いてみましょう。演説では近年経済が停滞する中で政府は公共投資や減税などの需要追加策を講じてまいりました。しかし長期にわたりこの政策の繰り返しを余儀なくされ、我が国は巨額の財政赤字を抱えています。この状況を改善し21世紀にふさわしい簡素で効率的な政府を作ることが財政構造改革の目的ですと述べている。小泉総理は経済の先行きが怪しくなる度ごとに需要追加のための景気対策を繰り返すというやり方はやめたいと思っていたようだ。初っ端から積極財政を批判し、緊縮財政の方にガラッと方針転換していたことがわかりますね。小泉内閣から現在まで失われた30年の後半はこの是非が議論されているとみなして問題ありません。また金融市場の開放と自由化はこの時期を境に新自由主義とかグローバリズムといった言葉に上塗りされていきます。小泉さんは政府をコンパクトにすると主張していますが、これは先日見ると規制緩和と自由貿易、まあグローバル化、政府はもう護送船団方式のようなおんぶに抱っこの過保護はやめるから自由に競争してくれという主張に行き着きます。まとめるとこの時期を境にして財務省主導の新自由主義やグローバリズム、規制緩和、自由貿易、緊縮財政の是非が議論されていくようになるわけです。緩和9大、物価高に関するネガティブなニュースが目立つ昨今ですが、ごめんなさい、私が今回拝読した参考文献はそれ以前に上司されたものばかりなので、デフレ脱却をテーマにした議論のまとめにならざるを得ません。そのことをお断りした上で以下ブレイクタイムがてら、まあ、休憩がてら、ちょっとした余談を挟ませてください。政治と宗教と野球に関する議論はしてはならないという忠言をしばしば見聞きするじゃないですか。今回勉強していて、なるほど、この財政金融に関する話題は控えておいた方が無難だなぁとしみじみ思いました。かたや財政健全化、まあ、政府の借金返済と少子高齢化に伴う社会保障制度のため増税が必要であるとする立場、かたや国の借金なんて財務省とその息のかかった連中によるデマだから気にすんな、デフレから脱却するためには消費減税しなくてはならないとする立場、大雑把に言ったらこの2つの立場に分かれるんですが、ここからさらに細かく分岐しているのが実情でして、もう血で血を洗うような仁義なき絶戦が日夜繰り広げられているんですね。何か言えばボロクソに批判されるリスクがある反面、必ず似たような考えを持っている専門家も見つかる。まさしく百花聡明、こんなにもカンカンガクガクやり合っているジャンルだったのかとちょっと驚きました。おいお前、百花聡明ってのは中国共産党のスローガンだった言葉だぞ、土文系の左翼はすっこんでろと、そんなことを言われてもおかしくない雰囲気なんですね本当に。だから一層正解はないと鼻から割り切っておいた方が賢明かもしれません。あちらが立てばこちらが立たず、こちらが立てばあちらが立たず、完全無欠な財政金融政策はないと最初から割り切っておいて、ああこの人の立場だとこれが正解になるんだなと勉強させていただく、こういった心構えでいると自分を見失ったりむやみに傷つけ合ったりすることなく落ち着いて情報収集できます。何が正しいんだろうと考えながら情報収集するんじゃありませんよ。自分にとって何が一番得なのか考えながら情報収集するんです。私たちは民主主義社会に生きているので、とりあえずの正解は選挙多数決によって決められます。だから何の遠慮もなく損得を基準にして問題ありません。選挙に行ったら開票結果が気になるものですが、私は今度から投票した政党が勝つか負けるかというゲームに興じるのはやめようと思っています。自分と似たような考えの人は自民党にも財務省にもひょっとしたらアメリカにもいて、彼らがどれだけ動きやすくなったか、言い換えれば自分と似たような考えの人たちが動きやすくなるためにはどこに投票したらいいのか、戦後日本の選挙とはこういうゲームだと捉え直したら自分の一票に価値を見出しやすくなるし、開票結果もより興味深く受け止められるようになるのではないか。どんどん雑誌していきますので失われた30年の結論、
私自身の結論を申し上げますと、差し当たり財政赤字は気にしなくて大丈夫です。消費税は減税、なんなら廃止してしまっていいでしょう。今回は消費税に関してだけそれぞれの立場の考え方を比較させていただきます。小峰さんが典型的な財政破綻論を唱えられているので、まずは増税派の意見からいきましょう。日本の財政と社会保障が大きな問題に直面していることは誰もが知っている。財政赤字は先進諸国中最悪の状態であり、世界有数のレベルの高齢化への歩みに伴い、負荷方式の社会保障制度は必然的に行き詰まる。その解決への道も誰もがほぼ見当がついている。財政再建のためには歳入を増やすか歳出を削るかのどちらかしかない。歳入を増やす基本的な道は消費税率の引き上げであり、歳出を削るには国の一般会計歳出の3分の1を占める社会保障関係支出を減らすしかない。消費税はあくまで税収アップの基本的な方法とされております。つまるところ別の方法で賄えるならそれで構わないわけです。デフレを脱却して好景気になれば、具体的な数字としては物価上昇率 2%、諸説あるようなんですけれども、マイルドなインフレが維持できれば自然と税収は増える。三橋貴明さんや中野剛さんほか、常念司さんなど、そのように主張なさっている専門家は少なくありません。常念さんの解説が分かりやすいので聞かせていただきます。通常デフレが終わる過程で景気が良くなって GDP が増加しますので、自然と税収も増えていきます。100円のジュースが1本しか売れなければ 8% の消費税は8円ですが、2本売れれば16円になります。税率を変えなくても景気が良くなって物がたくさん売れれば税収は増えてしまうのです。引用文中にある GDP とは国内総生産、つまりは国内における生産の合計なんですが、三面等価の原則というものがありまして、 GDP は支出や所得の合計でもあるのだそうです。まあ、専門家でもない限り国民所得イコール国内総生産と覚えておくといろいろイメージしやすくなるかと思います。ともあれ、常念さんは景気が良くなれば所得も増え税収が上がるという主張もなさっておりますので、そこからも引かせていただきます。失業者は所得税を払いませんし、赤字の法人は法人税を払いません。ところが景気が回復するときは、今まで失業していた人が働き始めたり、赤字だった会社が黒字になったりします。それまで税金を免除されていた人が税金を払い始めれば税収が大幅に増えて当然です。また景気が拡大するときは株価も上がりますので、株を売って儲けた人から多額の税金を徴収することもできます。中野さんも景気がいい時には個人や企業の所得が増えるので税収も増えるとしております。景気の良し悪しで税負担が増減する所得税や法人税は、放っておいても勝手に景気を調整してくれる自動安定化装置と呼ばれてもいるのだそうです。じゃあ中野さんや常念さんは同じ考えなんだねと思いたくなるわけですが、日銀総裁の評価で真逆のことを主張なさっていたり、中野さんに至っては主流派経済学を収めたエコノミストとは貨幣に関する認識からして根本的に異なっていたりします。いろんな方々の最大公約数と申しますか、最もためになる部分を抽出しながら全体像をシェアするとなると、どうしても長い前置きが必要になってくるゆえんであります。日銀というキーワードが出ましたので、日本銀行の役割からも消費増税すべきでない理由について見ていきましょう。日本銀行とはいわば銀行の銀行でして、その主な使命は政策金利、当時は公定歩合と言ったんですが、その政策金利を操作して物価を安定させることにあります。五層船団方式の一環と言っていいのでしょう。日銀の公定歩合と民間銀行の各種金利は連動していたので、これを上げたり下げたりすることで物価に影響を与えられたんですね。ところが金融自由化によって、まずは大口定期預金の金利がコントロール下から外れ、最終的には普通預金の金利まで民間が好きに決めていいようになった。ゼロ金利だの量的緩和だのごちゃーっとしだすのはそれ以降のお話です。公定歩合は日銀が民間金融機関に融資する際の基準金利であり、中央銀行としての政策スタンスを示す強力なシグナルでもある。長く円の金利体系を決める金融政策の柱と位置づけられてきたが、預金金利自由化
化が前の年1994年の10月に完了し、公定歩合と市場金利は直接的には連動しなくなっていたといった感じなんですけど、いずれにせよお金の出る蛇口をイメージしておけば問題ないでしょう。過去動画で解説させていただいた通り、好景気、ざっくばらんに言ってインフレの時は蛇口を閉めて市場に出回るお金の量を減らし、不景気、デフレの時は蛇口を緩めて市場に出回るお金の量を増やします。プラザ合意の時、バブルの時は円高不況の対策として蛇口を緩めました。アメリカへの過剰配慮によって必要以上に緩めすぎたおかげで土地と株式への投機熱が高まり、ブレーキの壊れた暴走機関車のようになってしまったというのは過去動画で確認させていただいた通りです。三重の安氏日銀副総裁が、日本経済は乾いた焚き木の上に座っていると再三警鐘を鳴らしてもどうにもならなかったというくだり、覚えていらっしゃいますでしょうか。西野さんが平成金融史で大変興味深い指摘をなさっておりまして、確かに土地と株式の値段は異常なほど高騰していたけれども、しかし肝心な物価は上がるどころか下がり気味だったと言うんですね。そこでアメリカだけでなく大蔵省や経済企画庁も利上げには反対していたのだそうです。インフレの恐れがないのになぜ利上げが必要なのか、こう問い詰める大蔵省や経済企画庁に日銀はなかなか納得のいく説明ができず、時間だけが過ぎていった。三重野は口述記録の中でこう打ち明ける。一般物価が落ち着いている時に公定歩合を上げて、これは景気に水を差すことになるわけで、それは嫌だという感じが向こう大蔵省に強かった。もう一つ、大蔵省が早期利上げに難色を示した理由があった。長年の悲願だった消費税導入を4月1日に控えていたのだ。ある日銀幹部は大蔵省にこう囁かれたのを覚えている。消費税を前にインフレ懸念などと言って余計な波風を立ててくれるな。ということで消費税が来ました。消費税は引用文中にある通り1989年4月1日に 3% で導入され、橋本内閣の時1997年には 5% に増税されてデフレが始まり、安倍内閣の時2014年には 8% に増税されてアベノミクスで回復しかけていた景気の足を引っ張りました。2019年にも 10% に増税されて現在に至りますが、ごめんなさい、前述した通り今回拝読した参考文献はそれ以前に上司されたものばかりなので 10% 増税で具体的にどうなったかという専門家の指摘を紹介できません。ただ手元の資料ではデフレの引き金になったこととアベノミクスの足を引っ張ったことを指摘するものが圧倒的に多いです。改めまして、日銀は不景気、デフレになると蛇口を緩めてお金が市場に多く出回るようにします。増税というのはいわばせっかく市場に流したお金を強制的に組み上げるも同然の所業ですから、消費増税によって景気が停滞したり落ち込んだりしても何の不思議もありません。日銀が蛇口を調節することを金融政策、政府が蛇口から流れたお金を広く行き渡らせることを財政政策と言うんですが、ここで先ほどの緊縮財政と積極財政のお話を思い出していただきたいんですね。新自由主義やグローバリズムは蛇口から流れたお金を広く行き渡らせる政策なのでしょうか、それとも反対に組み上げる政策なのでしょうか。中野剛さんはこの点について本のタイトルにある通り目から鱗の指摘をなさっております。まずそもそもインフレデフレとは何かという箇所から引かせていただきます。デフレ、デフレーションとは一般的には一定期間にわたって物価が持続的に下落する現象のことを言います。その反対に物価が持続的に上昇する現象はインフレ、インフレーションと呼ばれます。デフレはどうして起きるのでしょうか。それは経済全体の需要、消費と投資が供給に比べて少ない状態が続くからです。需要不足、供給過多がデフレを引き起こします。逆に需要過剰、供給不足が続くのであればインフレが起きます。中野さんはさらにインフレとは金の価値よりも物の価値が上がること、デフレはその反対だとも定義なさっております。日本はずっとデフレだったから企業も個人もちょっとやそっと儲かったぐらいでは
思い切った買い物や投資ができない。私たちが節約や貯蓄に励むのは全くもって合理的な活動なんだけど、そうなると日本経済全体はいつまで経っても需要不足でデフレから抜け出せない。かくなる上は政府がどうにかするしかないそうなんですが、新自由主義ないしグローバリズムは企業の競争を活性化させる政策、つまりは供給が不足しているインフレの時に施すべき政策だと言うんですね。元を正せば金融市場の開放と自由化は企業の競争を活性化させるものでした。これは蛇口から出たお金を組み上げるも同然の所業なので、護送船団方式ほどではないにせよ、規制を設けて無用な競争を排除する政策が求められるわけです。要するに日銀の金融政策だけではダメで、政府の財政政策が噛み合ってないと景気対策はうまくいかないんですね。いや確かに消費増税は言語道断だけれども、政府はもう十分によくやっている。あとは日銀が金をすってすってすりまくればデフレは脱却できると主張する専門家も少なくありません。高橋洋一さんや常念司さん、それから常念さんの師匠でありイェール大学名誉教授にしてアベノミクスの理論的支柱とされる浜田光一さんなどなど、いわゆるリフレ派と呼ばれる方々がそうなのかなという印象を個人的には抱いているのですが、ともあれ安倍さんの時に日銀総裁を務めた黒田晴彦さんと副総裁を務めた岩田紀夫さんもかねてより日銀のせいだ、日銀がもっと大胆に金をすらないからデフレが終わらないんだという思想の持ち主でした。それで黒田さんたちは就任時2年で物価上昇率 2% を実現すると大見得を切りました。実際黒田は内示後の国会での所信聴取で 2% の早期実現は可能で2年程度を念頭に置いている、強いコミットメントを示し物価上昇の期待を作ると宣言した。就任後初の衆院予算委員会でも過去の緩和政策を批判し、日銀としても反省すべきと言い切った。黒田以上に踏み込んだのが副総裁の岩田である。所信聴取で2年 2% に自信を覗かせ、達成できなかった場合の最高の責任の取り方は辞職することと答弁した。これは2013年初頭のことです。最初のうちはうまくいったんですが、2014年4月1日に消費税が 5% から 8% に増税されると台無しになってしまったというのは先に述べた通りです。いわゆる黒田バズーカとは具体的に言って量的質的金融緩和のことだったんですが、これが数年でイールドカーブコントロール付き量的質的金融緩和とオーバーシュート型コミットメントといった感じでどんどん複雑になっていきました。これはいわば矢つき刀折れるまでお金をすってすってすりまくった過程そのものなのでした。2016年黒田さんは過去3年半を顧みて 2% の目標を達成できなかったのは原油価格の下落や消費増税後の需要の弱さなどが影響したためだと分析したのだそうです。副総裁の岩田さんも向けられた批判には黒田さんと同じ主張で答えたのだとか。中野さんによりますと、リフレ派の浜田光一さんも文藝春秋2017年1月号に寄稿した論文アベノミクス私は考え直したにおいて、景気対策には金融政策だけでなく財政政策も必要不可欠であるとの見解を示されたのだそうです。浜田さんに関してはこちらの漫画でも言及されております。君たちはまだ長いトンネルの中というタイトルで実写映画化されたそうなんですが、さもありなん漫画だからといって侮ってはなりません。消費税にまつわる問題が本当にうまくまとめられております。消費税に関して知りたいけど専門家の本はちょっととっつきにくいんだよなという方には強くおすすめいたします。最後に昨今の物価高についてちょっとだけですね。値上げイコール悪ではないことは知っておいた方がいいとした上で、高橋洋一さんは以下のように述べております。コロナ禍で停滞していた物流、人流が少しずつ戻ってきた。需要が増せば物価が上がるのは自然なことだ。そもそも物の値段が上がらなければ日本はずっとデフレのままということになる。物価は安いままだが給与も上がらない。これは望ましい状態ではない。だからこそ日本は長年デフレ脱却を目指してきたわけだ。物価高が給料に反映されるまでにはタイムラグがあるので、しばらくは家計が苦しいかもしれないが、いずれ賃金も上がってくる。
2023年4月、今から約半年前に上司された著書から引かせていただきましたが、その通りだと思います。デフレ脱却を課題にした本ばかり読んできたせいか、私個人としては物価高に対してあまりネガティブな印象を抱いておりません。これでいつまで経っても給料が上がらなかったら、その時に問題視すればいいと思っております。どちらかというと、インフレ対策を理由にまた増税して、デフレに逆戻りすることの方が心配です。といったところで今回は締めくくらせていただきます。お疲れ様でした。チーズみたいに穴ぼこだらけのまとめになってしまいましたが、例えば重戦問題に代表される不良債権処理や国債が絡んだ問題、日本銀行の複雑な金融政策ですとか、政府の借金についてなどなど、細部については次回以降の動画で詰めていきたいと願っておりますので、興味のある方は引き続きお付き合いくださいますようお願いいたします。大変長くなってしまいましたが、最後までご覧くださった視聴者様、誠にありがとうございました。少しでもお役に立てていたら幸いです。失礼いたします。